戦国武将の食というなんかあの、写真がいっぱいある本があって、あれに浮田秀家の食べてたもんが、食べてたもんじゃないかというようなものをこう再現するというものがあって、そういう話に載ってましたわ。まあ、三成はちなみにニラ雑炊と干し柿。で、それを読んだうちの娘はすっかりなんか戦国の食いもハマって、宝刀を作れとかなんかいろいろ言ったり。面白い。そうか。調べ、一回読んでみます。なんて本ですか？戦国？ちょっと今手元に、まあ、娘に取られてて、手元にないんだけども。いや、大体でいいです、大体。戦国の飯とかなんかそんなやつ、戦国の飯とか、戦国飯だったかな、うん。資料的な裏付けは大丈夫なんですか？あ、全然。なしなし。うん。それを真面目に考えたらダメです。うん、なるほど。うん。そんなこと考えちゃダメね。うん。資料でも裏付けじゃなくて、こちらも、戦国まずい飯の方がまだ資料的にはしっかりしてるかな。戦国まずい飯ってのもあるんですか？あるんです。戦国まずい飯って本があります。まずそうですか。例えば、随機のロープで、それを実際に、資料に書いたやつを自分で、実演して食ってみるという。うん。戦国、その戦国飯の方は、あれです、実際にそれを、我々が食えるような味にしてます。だから、大変うまそう。だから、まあ、そういう意味では、資料うんぬん感じじゃなくて、雰囲気を楽しむ本です。写真が綺麗です、そっちの方は。戦国まずい飯はもう、映画あんまりなくて、白黒のもうチロチロだるぐらいで、文章ばっかりです。よし、読んでみる。まあそこで定山記念引いて信長が出からもんがどうたらこうの話がいたって私実はあれ疑ってんだけどな。京都の飯は水臭い言うて切れた話は、うん、ほんまかなとつか西日本の飯は水薄いっつうのあれどっから来たんだろう。塩辛いだけです。うん、塩辛いだけでしょ。高校の宿直のバイトに入った時に、畑野君、どこの出身を得て、いや、京都で地元です。じゃあ、薄味だねって。いや、俺、濃い味が好きなんだけど、つうか、京都の人間別に薄味じゃないけどな。だって天下一品でしょ？それか天下一品ですよ、今日ラーメン言うたら。第一朝日でしょ？そう、第一朝日に天下一品に、王将ですよ。京風餃子だし、京風ラーメンったら天下一品ですぜ、ね。京都は味が薄いで誰が決めたみたいな。恐ろしいですね。絶対嘘ですね。嘘ですよ。色が薄いだけですよ。うん。塩気と油気が濃くて。そうそう。京料理自体、いわゆる京料理も、絶対基本的に関西の料理って色は薄いけど、ちゃんと塩は効かせてるんだから。薄味にする。しょっぱい。次の日、むくみます。あ、そうですか。じゃあ、薄口醤油使うでしょ。うん、薄口醤油使ったらそれはもう食感になりますわな。いや、それ塩バッバッと振りますから。あと白だしも結構食感しなれ、ね、関東の濃い口醤油のがね、色が黒いだけで白っかくないですもんね、うん、そうそうそう。ただ当時は醤油関東にはありませんから。絶対に関西の料理は薄味じゃない。薄味じゃない。これは大事で言いたい。色は薄いが味は濃い。そうです。だから信長が京都の料理は味が薄いで切れたのあれ絶対嘘やと。嘘です。あれは嘘やと思います。あれ多分関西の料理を知らないやつが作ったネタやなと思ってます。私あれ思います。塩辛いままで色を薄くすることにかけたんでしょうね、辰野の薄口醤油のは。そうでしょうね、うん、うちの親類におるんですよ。薄口醤油から味も薄いと勘違いして健康的やと勘違いして薄口醤油ばっかり使ってる人がいるんですよ。うん、それは間違ってますね。根本的に間違ってます。しかも、それが関西人と、それあかんやろと。薄口醤油から、ちょっと一から勉強し直せと。そう思ってる人結構いますよ。いますよね、薄口醤油から。味は薄い言うて。うん。いや、関東人はそう思ってもしないんですよ。関西人はそれ思ったらあかんと思うけどな。知り合いによるんですよ。薄口醤油は味が薄いと思って使って、バカバカ使ってる人が。で、健康的やと。いや、健康的ちゃうて。いや、薄口醤油って、辰野以外で作っとんですか？関西で。いや、どうなんでしょうね。関西では読みますよ。今日でももちろん薄口醤油使うから、まあ多分辰野で使って、うちは辰野の東も、あれ使いますけども、うちは辰野で使いますけど。辰野藩の繁栄企業みたいなもんですからね、東丸さん。うん。他の地域にはないんかな。
醤油産地で薄口作ってるっていうのは。まあ、関東じゃないでしょうしな、そら考えたら。あ、そうね、関東は違うね。関西でもないんかな、醤油作ってるとこあんまりないんかな。で昔は村々で作ってましたけどね、醤油なんて。ああ。で、九州行くとやっぱりないからな。薄口がですか？うん、なんか今度は醤油が 甘くなってきますわね。うん。あれあれでもんやけど、もうそう。そや、辰野のその東丸じゃなくて、あれはど、何やったっけな、あの、花も作ってるところ、あそこがなんかあの、赤松遠心というあの菓子作ってて、醤油味の。赤松遠心ファンスでは買わなあかんな。辰野のメーカー、赤松遠心。血でも入れ込んでるんですか？あの、醤油まんじゅうです。来週赤松って言ってましたよね。来週赤松やります、はい。やっぱり播磨にいたら赤松やらなきゃいかんのね。やはり赤松なんですかね、やっぱり。官兵衛じゃなくて赤松。知ってるものしか知ろうとしないから。ああ、それはありますね。